アブラシャトンネルトルコイスタンブールにおけるアブラシャトンネルの一メディアを再生するアブラシャトンネルまたはユーラシアトンネルはトルコイスタンブールにありボスポラス海峡をくぐる道路トンネルである公式には2016年12月20日に開通し2016年12月22日に一般車両の通行を開始したトンネルは全長 5.4km の2層構造で イスタンブールのヨーロッパ側のクムカプとアジア側のカドキョイコシヨルの間を結びアプローチの道路を含めると全長 14.6km の道路となっている。ボスポラス海峡の海底をくぐっており最深でマイナス 106m の位置を通っている。2013年10月29日に開通した海底鉄道トンネルの丸まらいの約 1km 南にある。 ヨーロッパとアジアの間の所要時間は5分ほどである。双方向とも通行料金が徴収されており、2019年現在は自動車に対して23.3レートルコリラ、ミニバスに対して34.9レートルコリラである。大型のバスやトラック、自転車やバイクの通行は禁止されている。アブラシャトンネルの構想背景はイスタンブール市のために、 イスタンブール大学が実施した1997年の交通マスタープランでの調査結果に遡る。この計画に基づき2003年に新たなボスポラス海峡横,横断構造物に関する事前実施可能性調査が2003年に実施された。この調査の結果により最も高い実施可能性を持つ解決策として道路トンネルが推奨された。 トルコ政府のウニカ海事通信省は、新しい横断トンネルの経路について調査するために、2005年に日本公営に依頼して実施可能性調査を行った。環境条件、社会条件、費用とリスク要因を検討し、この調査は当初提案されていた経路が望ましいと結論付けた。トンネルの位置の選択に関しては、既存の3本のボスポラス海峡を横断橋が考慮され、 各横断構造物の間で、よりよく交通を分散させるために、トンネルの位置をさらに南に設定することになった。他の位置選択基準としては、トンネルの全長を短縮して、費用を低減できることや、建設作業現場や、料金所、管理施設のような運営に必要な建物に、十分な土地があることなどが考慮された。実施可能性調査において総合的に定義されていた。 各検討経路に基づき、高い水準での調査においても、環境負荷、社会的費用、リスク要因といった観点で構想されている経路の選択が支持された。2009年10月26日に、トルコのヤプメルケジと、大韓民国の SK グループの共同出資で、アベラサイア・トゥーンリー・アイリット・ミー・インス・ヴィー・エートム・エイが設立された。アブラシャトンネルには、 ボット方式が適用され、民間の投資のダイナミズムとプロジェクト経験、国際的金融機関の支援が得られることになった。コンセッション契約は29年間継続される。欧州復興開発銀行は1億5000万米ドルの融資パッケージを提供した。他に12億4500万米ドルの融資パッケージに参加したのは、 欧州投資銀行からの3億5000万米ドル融資、韓国輸出入銀行からの融資及び保証、三井住友銀行、スタンダードチャータード銀行、水保銀行、イシュバンク、ガランティ銀行、ヤピクレディ銀行などである。取引用のつなぎ機能は、融資者に加えて、ドイツ銀行も提供した。プロジェクトは3つの主要区間で構成されている。カズルチェシメとサライブルヌの間で、 丸々海に層受けネり通りに沿って、5カ所のアンダーパス式折り返し道路と7カ所のオーバーパス式歩道橋を建設する。全長約5.4キロメートルにわたり、第1区間全区間を片側3車線から片側4車線に拡幅する。全長5.4キロメートルで2層構造のトンネルを建設する。各層に2車線を収容する。西側に、 料金所と管理ビルを作り、また、トンネル両端に換気立て庫を設ける。ゴズテペで、アンカライスタンブール高速道路に接続する、現状の d 1 0 5号線を、約 3.8km にわたり片側3車線、4車線から片側4車線、5車線に拡幅する。2カ所の立体交差、1カ所のオーバーパス、3カ所の歩道橋を建設する。 アメリカのパーソンズ・ブリンカー・ホフトィ n t ーが設計に責任を負いイギリスのアラップとアメリカのジェイコブズ・エンジニアリンググループが技術と交通面の検討を行った。地質的な調査はオランダのコンサルタント・フグロが実施した。トンネルボーリングマシンはドイツのヘレン・クネヒトが製作した。イタリアのイタルフェアは管理側の立場に立って 工事の管理やプロジェクトの検討に責任を負った。フランスのエジスグループはトンネルの運営と保守に責任を負うことになっている。ボスポラス海峡をくぐる3 4トルの区間はトンネルボーリングマシンで掘削され、一方それ以外の2 0トルの区間は新オーストリアトンネル工法と開作工法で施行された。トンネル掘削直径は1 3 7ルあり、 60センチメートルの復興を施行して内径は12メートルとなる。トンネルは地震活動が活発な地域にあり、北アナトリア断層の約17キロメートル北にある。地震による応力や歪みを許容可能な水準以下に抑えるために、最大のズレプラスマイナス50ミリメートル、伸縮プラスマイナス75ミリメートルまで耐えられる。 2箇所の柔軟性のある耐震ジョイントとセグメントが地質的な条件に合わせて専用に設計して開発され研究所で試験され、こうした厳しい条件下でのトンネルボーリングマシンによる掘削で初めて適用された。設計上の地震の大きさはモーメントマグニチュードで7.25と指定され、機能設計上は500年に1回の地震。 安全評価上は2500年に1回の地震とされた。耐震ジョイントの位置は設計段階で指定され、カッターヘッドのトルクを連続的に測定することで確認された。最新の19インチディスクカッターと192ピースのカッティングナイフ、入荷者用、資材用、全シフト要員用の救難用のエアロックを備えた特別設計の直径13.7メートルの 泥水式混合シールドトンネルボーリングマシンを用いて3340メートルのトンネルが掘削、建設された。出力3.5メガワットの泥水処理施設は1時間に2800立方メートルの速さで掘削に用いられたベントナイトの泥水から土砂を取り除き再生する能力のあるものが設置された。用いられたトンネルボーリングマシンは カッターヘッドの出力が1平方メートルあたり3 3ットで、世界1位、圧力が12.0バールで、世界2位、掘削段面積147平方メートルで、世界6位である。トンネルボーリングマシンの作業は、プラスマイナス5センチメートルの誤差歳内で479、歴日間で完了し、3人の作業員が配置された24時間、掘削により、 平均屈伸速度は1歴日あたり7.0メートルとなった。最大屈伸速度は海洋堆積物の層において1日18メートルを達成した。屈作及びリング組み立てに直接用いられた時間はそれぞれ3500時間と1700時間であった。トラキア層では 厚さが1メートルから120メートルまでの岩脈28箇所が平均90メートル間隔で出現した。さらに、作業員は440枚のディスクカッター、85枚のスクレーパー、475個のブラシを交換し、特別に訓練された潜水作業員により、世界初の最大10.8バールの水圧下で4回合計45日間の保守作業が、 成功裏に実施された。合計15,048個の 600mm 厚プレキャストセグメントが製作され、3765個のボルトで接続された。各リングは28日間7 0カルの円筒圧縮強度を持つセグメント9個で構成され、改定下の厳しい状況で最低でも127年耐久する。 0 2ト、mm、ル以上のひび割れが発見されて、欠陥と判定されたのは、製作されたセグメント中0.3%のみであった。一方で、全長約9 5 0ルの2本の接続トンネルは445歴日で85平方メートルの断面積を従来工法で完成された。これらのトンネルは最小土かぶり8メートル、 最大土かぶり41メートルの人工密集地帯の下でドラキア層4カ所の切り葉で1カ所の切り葉あたり1日1.4メートルの屈伸速度で掘削された。トンネルはプラスマイナス2ミリメートルの許容度以内の誤差で接続された。トンネル上部で測定された最大誤差は33ミリメートルであり地表の沈下は最大10ミリメートルであった。トンネルは 200メートルおきに非常用の避難室と他のトンネル階層への避難路を備えるように設計されている。600メートルおきに非常用電話を備えた非常駐車帯がある。トンネル内の速度制限は時速70キロメートルである。トンネル開通後の最初の1年で1日平均12万台の車両が通行するとされている。通行料金は 自動車に対して4米ドル消費税、ミニバスに対して6米ドル消費税に相当するトルコリラ建てで計画されている。料金はアメリカ合衆国の消費者物価指数に応じることになっている。ありがとうございます。